はい、どうもレッドコンプレックスです。今回はね、e フットボールの試合の戦い方や試合中の思考というものを徹底解説していきたいと思います。ね、なかなかね、 e フットボールウイレと違って操作感もそうですけども、試合の運び方とか変わってくると思うので、皆さん結構ね、試行錯誤というか混乱してる方多いと思いますので、こうやって戦ったらいいんだよとか、こういう操作が効果的だよっていうことをね、皆さんのね、上手くなるための指針として動画出せていけたらいいと思うので、よかったら最後までご視聴ください。このようにね、選手や試合に関する動画じゃんじゃん上げていきたいと思いますので、よかったらめっちゃモチベになりますのでね、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それでは前半スタートですね。ワイトさんのボールから、ここね、簡単に抜けられないようにまずカーソルでマッチアップしながらパスコース切りながらって感じで、なんとか奪い取ってこっちのカウンターでこのシーン止めたんだけど、スペースがあったらちゃんと自分で持ち運ぶっていうのがすごいいいなと思いました。まあ危険な場面だったらね、簡単にパスではたいちゃうっていうのがいいと思うんだけど、今回はね、後ろの部分にすごい大きなスペースがあると思ったので、簡単に反転してダッシュ入れて、運ぶことにしました。今回相手の逆を結構取りやすいので、あ、ここかわせるなって思ったらもうじゃんじゃんね、自分でドリブルしちゃっていいと思います。はい、でここ持ち運んで、ここも危ないと思ったので一回ね、緩急つけながら、パスはたきながらっていうところで、結構ね、接触しちゃうとすぐ、小突かれてボール取られちゃうので、今作はそこね、気をつけながらね、攻めていきたいというところで、ここはちょっと安直すぎたね、パスが。はい、次のシーンです。ここボール戻してマイボにして、でここデブライネからビエラ、ビエラからまたデブライネで、ここね、危ないと思ったので戻して、ビエラからためを作りながらもカンテに入れます。はい、そしてまたここ三角形ちょっと意識しながらデブライネからムバペからラボーナからの惜しいこれ入んないのかいって思った。まあ、慣れてきたらパスもちょっとつなげるようになってくるのでね、頑張っていきたいとこですけども、ここ止めました。まあ、ここは守備面の話ですね。ワイツさんがメッシにボールを入れて、メッシからここ横にいる選手にパスを出しているというシーンですけども、まあここはね、前作から言ってることなんだけど、縦の一番危ないパスをケアしようというところを気をつけてください。僕はね、ビエラにカーソルを当ててますけども、そのビエラでこの縦のね、パスコースで一番出されちゃダメなところをカットしに行っています。まあ、このメッシから横の選手へのパスっていうのが、まあ間に合うならね、そっちをパスコースカットしに行きますけども、まあ絶対間に合わないと思ったので、その次に出されるところはどこかと、やっぱ縦の部分ですね。そこをねカットすることで、そこにパス出されなくても相手の攻撃を遅らせることができるので、そういった部分をね、意識してみてください。はい、でここまあマッチアップしながらパスカット成功ということで、こういう守備をね怠らないことはめちゃくちゃ今作は重要だと思います。特にね、守備難しいので。はい、でここね、イマルでためを作って、ここかわせなかったね。まだダブルタッチのね、距離感がつかめてなくてね、ちょっとネイマール使いこなせてない感あるんだけど、でここも縦パスをカットしつつでボールを奪いました。はい、でこっちのカウンターで、ビエラからマウントからネイマールから、キーパー出てたからね、ループ狙ったんだけどちょっと無理でしたいけるかなと思ったんだけどね。でビエラでまたため作りながらマウントからネイマール、そしてここビエラの上がりが見えたのでパス出したんだけど惜しかったね。なかなかスルーパス通りにくくなったよね。だから攻撃すごい難しいわ今作は。はい、でこのシーン止めます。このシーンは、相手をね、相手がサイドに、パスを出して、ブルーノ・フェルナンデスがボールを持ってるんだけど、このブルーノ・フェルナンデスの周りにね、僕の選手ね2人が囲んでいます。そして、相手からしたら縦にねパスコースがない、感じですね。なので後ろに戻すっていう選択肢が、一番かなと考えました。なので僕今カンテにねカーソル当てて、間通されないようにしてるんだけど、ここでチームプレスをかけることで、もうガンガンに、パスを取りにガンガンにね前を向けないと思ったので、ガンガンにプレスをかけて、ボールを取りに行こうと、思いました。はい、でかけて、でこのシーン止めます。で、チームプレスかけたんだけど、まあ取れなかった。で相手にかわされてセンターバックマルキーニョスに出された、
なので次のパスコースをケアしなきゃいけないと思いました。相手がパスを出してからブルーノ・フェルナンデスがね上がってますね。チームプレスかけてるので、ついてる選手がいないと、なのでビエラにカーソルを当てて、そこをケアしに行きました。まあここもね、一番出されちゃダメなとこっていうのを考えながら常に、守備はね、気をつけていますね。はい。でここもカンテで縦ケアしながら取りたかったけどね、取れるって思った部分ではプレスをかけて、いきましょうね。シーンが移り変わってムバッペからデブライネからこのシーン、まあいろんな選択肢があると思うんだけど、まあ後ろに戻すのもねありかなと思ったんだけど、このデブライネにパスが入った瞬間に、相手はね近くにいるアーノルドにカーソルを当てて、まあ守備の対応していると。でまあマッチアップしながらね多分ねあのどっちに来るかっていうのを読んでくると思うんだけど、内側にね僕がトラップした瞬間にアーノルドで内側の方をね、切ろうと、してくるのが、この選手の様子からね、見えたので、あ縦のスペース完全に空いたなと思ったのでそっちに切り返して、運ぶことにしました。まあ1対1の駆け引きっていうのはこういった部分で出てるのかな。で、ネイマールからここはちょっとね惜しかったんだけどダブタがギリ通らなかったっていう感じで、前半終了になります。はい、後半始まりました。お相手さんのボールから始まりまして、なんとか守備しようと頑張ってカンテで下げて下げて下げて、ボールマウントで取りまして、キミヒから、ビエラからここも運びます。スペースがあるんで運んで、ムバッペでここためを作って、切り返しとか入れつつ緩急入れつつここもつないで、ムバッペから内側に折り返して、でここ惜しかったね、マジで通ると思ったんだけどなんとか通らなくて、ワイツさんにボール取られてカウンター下げて下げてで止めました。ここねまあさっきからずっと言ってるんだけど一番出されちゃダメなところをケアしましょうということって、メイソンマウントですね、がたまたまね真ん中の方にいたのでこの縦、入れられちゃいけないところを2人いるのでそこをねどっちもケアできるような位置を配置してマッチアップして、パスコースをカットしようというところですね。まあ横パス出されてもまあ自分の選手2人いるので、ここ対応できるかなというところで、こういった守備をしています。なかなか突っ込まないように本当に気をつけましょう。そこは突っ込んじゃダメです。はい、でここも止めました。まあワイツさんムバペでボール持ってるんだけどまあこれ3人で囲んでるんだよね自分の選手がね。前にもドリブルしまくるっていうのは多分難しいと思うし、どっかのタイミングで内側に切り返してくるかなと思ったのでまずビエラにカーソル当てて、変に内側通されないようにだけ気をつけて、で内側のね、手前にいる選手に、ボールを出しそうな、挙動を見せたならそっちをパスコース切りに行って完全にね相手を挟み込んでしまおうという作戦で守備をしたつもりです。ここねチームプレスかけちゃうとサイドバック変に上がってね縦抜かれちゃう場面があるので、それ気をつけてあんまりここでチームプレスかけるのはおすすめしないです。はい、でここまあ僕の失点シーンですね。うまい具合に内側通されちゃって取られちゃいましたけども、まあここ切り替えて、カンテから、ノイアでちょっと持ち上がってパス出して、マウントから内側入れたんだけどこれが読まれるんだよね。でこれでねお相手さんが守備の仕方を変えてきてるなと感じました。まあ後で止めて今止めるんだけど、はい止めました。こうやってボール持った時にワイツさんがね守備の仕方を変えてるなと感じましたっていうのは、最初はね縦をねこう切ってくる感じだったんだけど、僕がね横パス入れるっていうところでそこを読みまして縦を切るフリーをして、横のパスコースを切りに行くというね、動きにね変わってることに気づきました。でこういった風にねこれもまた前作から言ってることなんだけど相手の守備の仕方や攻撃の仕方っていうところの癖をね、把握しようっていうところ、そこをね、試合の中で気をつけていただきたいかなと思います。でそうすると柔軟にすぐ対応できて相手のね、裏を、取りまくることができるので、ここをねあえてためを作って縦を入れることにしました。横に出すふりをして縦を入れるっていう、パスの出し方に変えました。でそれがね、構想してこう1点に、つながるっていう感じでしたね。めちゃくちゃいい攻撃ができたのかなというところ でここはちょっとあんま参考にならないというか、2点目はちょっと自己感があるのでまあスルーしといてください。はいでまあね狙った部分は悪くなかったと思うのでこれで、2対1で、
なんとか勝つことができました。なかなか攻撃守備で難しい部分はあると思うので、お互いね、頑張っていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではバイバイ。